はい、どうも、あっちゃんです。今日も楽しく暗号資産に関する情報を配信していきます。よろしくお願いいたします。今日もですね、朝4時に起きまして動画撮ってます。まあ、みんながね、寝静まった頃で、今日はちょっとですね、小声で聞き取りにくいかもしれないですけども、ご了承ください。やはりですね、ちょっとショートスリーパー送り人チャレンジを今続けてるわけですけども、ショートスリーパー、食事制限、筋トレ、そして体にストレスを与えつつ、本業、副業、仕事しまくるといったような状況を続けてですね、だいたいこう1ヶ月になってきました。で、まあだいたい人はですね、3週間続けると、ある程度ね、ロングで続けることができると、持続できるというようなね、習慣がある中で、なんとかですね、このショートスリーパー活動が1ヶ月を迎えることができました。ありがとうございました。皆さんどうですかね、2021年1月からね、何かしら少なく目標掲げて活動を始めたんじゃないかなというふうに思いますけども、私はね、なんとか達成できてますというようなねところで報告したいと思います。私の動画はですね、破天荒な人生チャレンジ、自分を追い込み過度なストレスを与えていき、最終的には億万長者を目指すと、そして暗号資産または株投資でウハウハ、これからのですね二極化時代に勝ち抜くといったようなテーマでね、ちょっと動画をお届けしています。ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、でね、今日もやっていきたいと思うんですけども、ビットコインがね、結構ね、一時的に上がりましたが、下がりましたねと、ちょっと重いですね。まあ全体的にね、アルトコインはそれほどね、爆上げしないというようなところで、まあ1月はね、迎えているんですけれども、まあアメリカのね、経済がかなり混沌としている中で、まあバイデンがね、200兆円の景気対策発表と、直接給付14万円追加というようなね、発表しました。で、まあ私はですね、まだ、大統領宣言、21日でしたっけ？あれになるまで何かね、また人波乱があるんじゃないかなというふうに、まあ思ってはいるんですが、まあこのですね、給付の、この宣言が、まあ一瞬ね、価格、ビットコインの価格に、まあ影響を与えたように見えて、またじりじり下がってきてますよね。で、これはね、何を意味するのかというようなところがね、今日のテーマとして、あります。で、あとはね、この景気支援対策ですね。まあ日本はね、徐々にこう、2021年、ストップしていくようなね、流れもあって、もうこれ以上すれないというようなね、流れもある中で、まあアメリカのこの動きもね、注目ですよね。まあ当然、まあ、ビットコインの市場はやはり、アメリカ、中国、これから、担うやっぱりね、大きな資金をジャブジャブ流しているところから価格の上昇を期待できるわけで、やはりこういったね、景気支援対策、ジャブジャブ金融緩和の状況の中で、やはり2021年が結構、最高値行くんじゃないかなと、そしてそこからまたね、何年か落ち込んでいくんじゃないかなという予測があります。なんで今年をね、完全に利確できるようなねタイミングを狙っていき、今年のね最後の買い場を模索していくといったようなのがね、皆さんもね考えているところじゃないでしょうかという感じですね。で、ビットコインのねこのチャートの分析、まあ、この人はねファイス・プレイヤーズってね、誰かちょっとよくわかんないですけども、まあ、結構ねフォロワーがかなりいます。で、彼によるとですね、やはり1波、2波、3波、4波、5波ということで、まあ、5000ドルいくよというふうにね描いてるんですよね。で、それが、まあ、期日として2月末ですね、2月末で、やっぱり2万5000ドルで下落調整するというような感じで書いてます。まあ、結論から言うと、結構このシナリオがかなりねいい感じになってるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、ただ1月のこれは末時点かな、1月の末時点でその今年最安値、ね、2万4000とか2万5000ドルあたりをタッチして、そこからブレイクして上がっていくというような感じのね記事じゃないかなというところだと思います。皆さんどう思いですかね。まあ、ここからだらだら上がっていくわけじゃなくて、まあ、この3波から4波の間で、下げショートを狙っていく人ももしかしたらねチャレンジャーいるかもしれないですけども、私はやはりねここのところでね、最後の会話として、まあ、狙っていくというような感じを、まあ、考えているところですね。まあ、ここで買えばね単純に2倍取れちゃいますからね。うん、なんでまあ私はね基本的にはまあ現物ないしは FX で稼いでいきたいと、ビットコインでね稼いでいきたいという思いもあるので、まあまずはね現物でこのあたりで仕込みたいなと、もう少し2月超えちゃうんじゃないかなというふうにはまあ思ってまあいるんですけども、まあ、この流れがね結構皆さんが予想しているところではないんじゃないかなというふうにまあ思います。でいつもね恐怖指数 VIX ですね、まあこれは相変わらず顕著にね横ばいになってます。一気に上がるわけでもなく、まあ、だらだらと横ばいに動い推移しているというような感じかなというふうに思いますね。はい、で今日はで
ですね、まあいろいろとニュース取り上げていきたいというふうに思うんですけども、まあ簡単にね、淡白にいきます。ビットコインファンドの米グレースケールの過去最大の33億円ドルの積み増しということで、まあこういうよくね、聞くビットコインファンドですね、リップルをね、裏切りやがったこのグレースケールですけども、まあ基本的にはね、ここは私はもう全然信用してないですね。まあいずれ、おかしな状況になっていくんじゃないかなというふうに思います。まあ私がね、注目してるのはバクトですね。バクト。バクトは、まあ、今期ね、注目ですね。まあ、米グレースケールのね、こういったファンドにお金を入れてる人は日本人ほとんどいないんじゃないかなというふうには思うんですけども、まあ、彼らのね、この動向は、まあ、リップルからするとあまり関係ない。もう、これと逆張りでいいんじゃないかなと私は個人的に妄想してたりはするんですけども、まあ、ビットコインをね、大量に保留しているというのは事実としてはあるので、まあ、それなりにね、見ていく必要があるんですけども、まあ、このグレースケールはね、特に信用ならない企業だというふうにね、ちょっと見ています。あとですね、この先日起きたね、米会議襲撃の話ですね。まあこの事件もね、何かビットコインの価格をですね、コントロールする、クジラがコントロールするような陰謀説がね、ありました。で、まあこの襲撃した複数人のね、人物がこのね、ビットコインを受け取っていたというような感じの話ですね。これもね、まあこういうことにね、ビットコイン利用されるからね、不正だのなんだのっていうふうにまあ言われちゃうんですけども、やはりね、こういう時代に来たかというような感じですね。まあ本来はね、こう規制が起きても、その分散化、ピアツーピア、個人からの売買というところが、まあ、あるので、まあ、防ぎようがないところが、まあ、本来のね、話なわけなんですが、まあ、今のね、ビットコインのね、市場というのはそんな大きくないので、やはりね、大きな力によって、まあ、政府も含めて制御されてしまうので、まあ、ヨーロッパのね、総裁だったかな、そう、ビットコイン規制するべきみたいな話も出てましたけども、やはりね、こういった事件が起きてしまうと、水面下でね、ビットコインをね、押さえつけるというような動きが、まあ、あるんじゃないかなとは思いますが、まあ、ビットコインね、そんなんでやられないと。通貨ね、反対といったところを望んでいきたいなというふうに思いますね。はい。で、もう一つはね、ビットコインが e コマースで普及すれば CBDC は通貨競争に敗れると。もうまさにこの CBDC がね、敗れてほしい世界をね、我々は望んでいるというふうにはもう思うんですけども、まあ、まさにこのね、今はビットコインはですね、この CBCD とこの壮大な各中央銀行、中央国家たちとですね、戦っていると構図が、まあ、できるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、共存説っていうのもね、当然ありますけども、やはりね、このデジタル通貨が、まあ、普通にですね、e コマースで普及すれば、まあ、単純にいいかなというふうに思いますね。まあ、使われる人が増えれば増えるほど、そのボラティリティなんてのはね、安定していくわけなんで、またね、こういったドルペグ、こうデジタル人民元とかね、こういった国が発行する通貨が主流になってくることはね、あまりこれからのね、この分断社会よろしくないんじゃないかなというふうには思うので、ぜひね、このね、デジタル通貨以前にね、この仮想通貨、ビットコインを中心にですね、この e コマースまで、普通の生活まで浸透するようなと、ぜひね、望みたいというふうに、まあ、期待していきたいというふうに思います。まあ、この期待はですね、まあ、円やドルの信用をなくして持ち続けるというようなね、私のこのスタイルを加速させる記事ではないかなというふうにまあね、思っておりますという感じですね。はい。ということでですね、まあ、仮想通貨時価総額に戻ってきますけども、まあ、ビットコインをね、3万5千ドル、まあ、これから1万ドルぐらいをね、下げるでしょうというところで、まあ、そのあたりをね、狙っていくと。まあ、ただね、相場は結構ね、想定外、大口も想定できない下落が起きる可能性もまああるので、まあ、これからね、注目していきたいと。2019年ですかね、のあたりも結構下げましたよね。なんで、まあ、半減期の年とは、いえども、まあ、ビットコインはですね、ある程度暴落からの上昇ということところを、まあ、歴史的にも長く続けているので、まあ、そこをね、会話として皆さんね、労働していければいいんじゃないかなというふうに、まあ、思います。はい。あとはですね、皆さんどうですかね、自分の資産、各国のね、通貨を保有して、まあ、日本だったら円を中心に持っているかなというふうに思うんですけども、私はですね、今ね、猛烈に、自分の投資、資産をですね、分散しようと今、努力しています。まあ、そのね、努力というのは、やはりね、周りへの説明だったりね、未だにこう日本円を持つことにすごい過度なですね執着をしているというような人がねやっぱ多いわけなんですよね。まあただねそういった反面仮想通貨全部なくなるというようなね説もね唱えている人もいるし、まあそれに対しては多少ね理解はできるというところであるんでしょうね。まあ結局、まあ、仮想通貨も分散化と言われてもまあ言えられても、まあ、民間の感じな部分もねかなり、ね、否めないかなというふうに思ってます。今思えばね体のエイダがね6位に上昇して、まあ上昇というか全体的に下がってる体なんでしょうけど、6位に来てますね、体のね。体の世界で過去最高5位でしたかね。リップルも抜きそうだよね、この勢いだとね。
リブル下がってきたね。ちょっとそろそろね、買い増しかな。買い増そうかな。買い増しというか、底値を狙っていこうかなというふうにも思いますけども、まあ、ビットコインがね、1月末か2月末が最安値というところで、まあそこぐらいまでね、待っていけばいいんじゃないかなと思いますけども、まあ2月22日のね、リップルのその判定、判定というかね、第1回でしたっけ、セクトのね、訴訟の話ですけども、若干進展がありそうな部分でもあるので、まあ注目ではあるんですけども、ちょっとね、私はね、アルトコインで勝負するといったようなね、労働費はですね、ちょっとねあんまりしてないです、正直ね。まあ非常に興味があって、どっちかというと技術的なところをね抑えていくような活動はしているんですけども、アルトコインの売買はですね、まああまりちょっとね浪費が激しいのでやってないですね。まあ、その分労働して、周りとの信頼を得つつ、いろんなね、まあ、自分のその1時間、自分が取り組む1時間をマルチにですね、いろいろな仕事をできるように自分自身の向上に投資してます。まあ、その方がね、信頼と労働が得られるので、このアルトコインのねこの売買の技術って、まあ、それほどほとんどないじゃないですか。まあ、このチェインリンクとかね、興味ある技術あるんですけども、それを単純にね売買するという浪費がね、私はちょっとね、時間の無駄だと、5年10年を考えた時に、まあ、ちょっとね時間の無駄、ちょっとね頭がバカになってしまうというふうな思いがあるので、それはねあまりやってないですという感じですね。はい、まあいろいろとアルトコインのね、銘柄も結構いろいろ変わってきましたね。上位ね、トップ330ぐらいですか。はい。まあ、結局はね、ブロックチェーンのコピーなんで、まあここにね、コーツつけがたいというか、何かがね、優れているといったような判断は結構ね、難しいですよ。はい。であればね、ビットコイン普通に一択で、ビットコインのね、どういった機能が改善されていくのかとか、そういった技術をね、追っていくことはまだマシですね。この寿司スワップとかね、何なんだよみたいなね、いうような感じで、普通に、アルトコインに関してはかなりですね、一歩引いてます。大口がね本当にこんなのを買うのかというような形と、まあこんなね、まあ、ディファイ系なのかな、そのビットコインに連動してるものとかね、ありますけども、はい、このあたりがねちょっとね時間の浪費の無駄かというようなところでおります。まあ IOCT もかなりね盛り上がってるみたいですよね。まあね、まあ、IOCT も何なんですかね、インターネットオブサービストークンだって、インターネットオブシンクじゃないんだからさ、こういうのもね、まあ、信頼性の証明とかね、まあ、書いてますけども、これがね若干将来どうなるのかって全く不明ですよね。全く疑問です。もう本当コピーでしかないというような位置づけで、まあ、これを買っちゃうんだというような感じで、非常にね引いて見てます。はい、まあ、まあこういったね過去最高値を更新するアルトコインもね徐々に出てくるかなというふうにも思いますから、これをねぶち当てるというようなところがかなりね、私はちょっとね時間の残念ながら無駄だというふうに思ってるので、あまり取り組んでおりません。まあこのあたりはねちょっと浪費、例えばこのね 0.02 ドルが100倍になると言ったらね、また嬉しい話なんですけども、まあそれをね、まあこういうのはどうなんだろうな、不確実性に欠けるといったようなところで、まあ余剰資金でねやれる人やればいいんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、ここに対してですね、まあ勝った負けた、その負けた投入したねお金を痛手に負ってね、結構ね、気持ちが落ちるというところはね、やはり本末転倒だというふうに私はね、思っているので、これからですね、送り人にみんなもなっていくわけなんで、こういったね、浪費は下げて、コツコツというふうな作業をね、していきたいというふうに思ってます。はい。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録お待ちしてます。ということで、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。